T 先輩です。ノクターン。いい子だよ、ノクターン。何かが起こりそうなところで、終了しました。トレバーが出てきそうなのよね。呼びかけがありましたからね。さて、会いに行きましょうか。まずは扉を開けて。ここが時間かかるんですよ。やっぱり。話してくれないの？人形。あ、ガブリエルじゃない？今持ってるのはチパカブラですね。緑はトレバーか。本当の家族が壊れたから、こうやって遊んでいたのでしょうか。そう考えると悲しいわね。あれ、手前の白い女性はクローディアだね。やっぱり。懐かしい。あ、ちゃんと紹介してくれるのね。何を思ってるのかな？かもよ。どうですかね。鏡。これが宿命の魔鏡か。この鏡がいろいろ見せてるってこと。なのに割れてるんですね。とにかく探せばいいのかな。トレバー。もっと話したい。抱えてるようにしか見えないよ。ほんとだ。こっちですね。あ、あそこに。届く。でしょうね。二段ジャンプか。久々の巻物。敵がいないのに仲間がやられた。森の化け物がいるのね。目に見えないのでしょうか。痛みが一切ない。ある意味幸せかしら。そうなのかも。どうやら目に見えない敵が出てきそうです。その前に普通の敵のお出ましだね。クレリックに召喚された、ワンセットですね。言い方。クレリックはいないんですね。ちょっと助かった。結構危なかったのか。そっちじゃない。邪魔。もうちょっと。まずは鎧を壊さなきゃ。よし。あとは回復。ようやくガードがうまくいった。よし、全回復できました。魔力がなくなったけどね。まあいいんです。この腕が妙にリアル。あれは届かないかな。さすがに無理ね。まさかここが庭園。そうっぽいね。目に見えない敵がいるのか。何か始まった。マジで懐かしいわね。鏡を持ってるんですか？恨んでるのかな？なんか性格が違ってませんか？アグレオス。別人なのね。あ、飛んでった。弟だったのか？そりゃ恨まれて当然だわ。It wasn't his cause but yours. And for what? To bring the world under your dominion. そうか。命をかけてまでこの男に託したのに。この男がドラキュラになっちゃった。恨まれて当然でした。And your brother was naive. Now give me the fragment. I have nothing against you. これがアグレウス。ヤギ。木彫りのヤギだね。てか、ファンは羊っぽかったし、こちらがヤギっぽいのはわからなくもないですね。何？まるでマルファスみたい。顔も似てましたよね。こいつが目に見えない敵の正体か。そういうことだね。要は霧になってるだけですよね。それを言ったら、まあね。庭園に招かれた。何が起こるの？あいつだ。落ち葉を踏むな。あ、鬼ごっこ。というよりかくれんぼよね。なるほど、捕まれば落ち葉を踏まなくて済む。落ち葉が多いわね。ほぼ全面ですよね。あ、踏んじゃった。ひえ？こっちに来てる。僕はこれが下がることはないですよね。さすがに図書館とは違うよ。やばい。踏みまくり。でもなんとかなった。やばい。目は悪いようね。ある程度近くないと見えないみたいです。手汗が。あ。終わった。あ、戻っただけ。ダガーを打つのか。でも遠いし、向こうは袋小路でした。げ、こっちから来てる。なんでこっちに来るの？匂いがわかるんでしょ。やめて。ああ。すぐに捕まったね。かなりの恐怖です。やはりダガーを使った方がいい。あ、ここから届くのか。そういうことだったね。あ、走ってる。この間に進めばいいのか。もういいや。諦めの境地ね。ダガーの金はどこ？あそこにしかないんじゃない？怖い。あ、向こうに行ってくれた。よし、この間に。むー、届かなかった。ああ。霧になれば？不応。怖すぎる。なんてギリギリの戦いなの。ふう、危なかった。ずっと霧で進みたい。向こうに行ってくれー。やめてー。なんで？来ないで。ああ。なんで動かないのよ。体がすくんじゃったんです。またここからか。まずはダガーで音を出して、この間に進む。ここ、どうしても踏んじゃいますね。もうここは諦め。もし来ちゃったらキリ。よし、言ってくれた。どうやって進むの？霧か。魔力がギリギリね。ああ。もう行っちゃえ。思いっきり走ってる。来るなら来い。なんてギリギリ。いい回避を見ましたね。確かに今のはすごかったよ。ふう。これですね。は。あ、扉が開いたのか。今の音で気づかれてるし。不可抗力です。そうそう。どんどん離れてください。行ったかな？どこに落ちても落ち葉。何その哲学的なセリフは。指摘でもありましたね。ここ間に合いそう。よっしゃ。どうやら切り抜けたようね。ふう。かなり精神が削られました。怖かったね。思った以上でした。やはり鬼ごっことかかくれんぼは、ドキドキを通り越して、恐怖すら感じます。特に命がかかってるからね。必死になりますよ。回復がある。こっちには心臓。全回復できるってことは。そういうことですか。よし、行きますか。さっきの鳥。ライフバーがあるね。倒すのか。なんかありそう。ここは遠距離攻撃で。ボムか。あ。こんがりと。うまい肉。これは嬉しいトロフィーだね。ドラキュラファンをくすぐりますね。あっけなくデッド。ボス戦はなかったの。で、そんなことはないか。やはり戦いますか。なんか強そう。うまい肉を取りたい。取れない。アイテムじゃないのね。なんだったんだ。ちょっとしたファンサービスかもね。憎いことしますね。カオスで弾けば隙ができます。うまくやればはめられるのかな。どうでしょうか。あ、武器を変えた。ムー、素早い。なかなか回復できない。ガードが硬い。ようやくジャストガードできた。ちょっとタイミングが悪いな。3発目が弾ける攻撃か。いい感じ。ようやくタイミングが合ってきたね。ああ、カオスがなくなった。ガードが崩せないのは痛いね。途端に形勢逆転ですか。そんなわけにはいきません。両方の魔力がなくなった。でも相手も瀕死です。よし、これで終わりだ。やった。一度で倒せたね。うお、久々のキューティー。なんとか成功しました。うそ、なかなかグロいかも。血が出ないだけマシです。終わったかな。パン。あなたのおかげで、1をクリアできました。自然淘汰だって。アグレウスは淘汰されましたね。パンよ、さらば。落ち葉がトラウマになりそうです。だからって踏みまくらなくても。ここぞとばかりに踏んでおきます。アイテムがいくつかありますが、どれも取れないようですね。これも、無理。3つあったかしら。後で来る必要がありそうですね。覚えてればね。自信はないです。あとはないか。ここは、やっぱりあった。内容はほぼ同じで、森の中で見えない敵にやられた的な話でした。あとはトレバーのところに戻るだけか。ボイドパワーを手にしました。あ、ハーピー。さすがにすんなりと返してくれないようね。ライフは低めね。飛んでいるのだけがネックです。それもボイドで凍らせるか。まあ単純にジャンプ攻撃でもいいですね。キロチンが結構強いです。凍らせると、このまましばらく放っておけます。まあこんなとこかな。余裕ぶってるわね。まだいるの？しょうがないな。サクッと料理してあげましょう。一方を凍らせれば、その間に集中できます。よし。あとはこっちを倒すだけ。やはり無知の方がいいか。聖者の涙だ。かなりいい感じでしたね。上達してきたね。ありがとうございます。トレバー、取ってきたよ。お、グローディアで遊んでる。よからぬことをして。見分けないでしょ。それならいいんですが。Have you brought the mirror?取ってきたよ。I'm sorry. It's broken. あ、そうか。破片でした。That's strange. No matter. まだまだありそう。 Can you find all the missing pieces for me, Father? どれくらいあるのかにもよるけど。I'll try.やるしかないよね。このお使い、怖いです。さて、そろそろ終わりましょうか。なかなか充実してたんじゃないよ、トレバーに当たらないでよ。いえ、そんなつもりは。次回からはしばらく、鏡の破片集めになりそうです。息子のために奮闘する父の姿、じっくり見させてもらうね。ちょっとだけ哀れなので、薄めで見てくれたら嬉しいです。何それ？それでは、ノクタン。お楽しみにね、ノクタン。